真夏に向かって紫外線 UV の照射量が増大する季節です。海水浴やプールだけでなく、日常生活でも足や腕など体を露出させる服を着る機会も増えてきます。紫外線のダメージによるシミや過剰な日焼けを嫌って、日焼け止めのクリームやパウダーを使う人もたくさんおられます。しかし、日焼け止めの正しい使い方とスキンケアを怠ると、日焼けを防げないだけでなく、炎症や過度の乾燥を引き起こすことがあります。さらに、その後の対応を誤ると接触性皮膚炎など医師の治療を必要とする状態に陥る危険性もあるのです。そこで今回は、よしき皮膚科クリニック銀座のよしき信子院長が教える日焼け止め製品の効果と限界、さらに必要なスキンケアの上手な使いこなし法を紹介します。長時間の効果は期待できず、市販の日焼け止めクリームには紫外線を吸収し、熱として放散する紫外線吸収剤と、紫外線を乱反射することで皮膚への影響を防ぐ紫外線散乱剤が使われています。紫外線のうち、短時間で強いエネルギーを伝える B 波への防御効果は SPF で表し、反対に長時間かけてエネルギーを皮膚組織に伝える A 波への防御効果は BA で表示されます。 SPF は1から50プラスまでの数字で、 BA は1プラスから4プラスまでの4段階で表示されます。ただし、 SPF や PA が高い製品でも効果は丸1日持続しません。さらされる紫外線によって差が出てきますが、おおむね数時間で効果は大きく低下してしまいます。ですから、こまめに塗り直すことが必要です。ただ、紫外線を吸収する吸収剤は皮膚上で化学変化し、お肌の皮脂や汗にも反応して別の化学物質になって皮膚を刺激することもあります。子供や肌が敏感な人向けにノンケミカルなどと表示され、散乱剤だけを配合している製品もあります。その中の一つで、子供でも使える日焼け止めを製造販売しているユースキン製薬の担当者は、肌への負担を少なくすることを考え、吸収剤は使用していない。しかし、散乱剤だけでは SPF や PA を高い値にすることが難しい。ただ、日常生活では SPF や PA の値が特に高い製品を使う必要はない。使用する状況に応じて商品を選び、使い分けることを勧めたいと話されます。おしろいも有効。こうした点について、よしき皮膚科クリニック銀座のよしき信子院長は、吸収剤は透明で塗っても目立ちにくい、皮膚の上に伸ばしやすいが、効果が持続する時間が比較的短い、街中でも半日程度、より強く紫外線を浴びる、海水浴場や屋外プールでは1時間ごとに塗り直す必要があると指摘します。吸収剤も散乱剤もどちらも塗る厚さは決められていて、皮膚1平方センチあたり2ミリグラムが必要とされています。一方、散乱剤はかぶれにくいが、皮膚の表面が乾燥したり、すっぱり感が生じることもある、多少汗で落ちやすいなどという問題もあるが、皮膚への刺激の低さや価格を考えれば、昔ながらの粉おしろいも日焼け止めとして十分役に立つと吉木院長は教えます。暑さで汗をかきやすい上に、プールや海では当然ながら水に濡れることが避けられない。そこで、水に溶けにくく流れ落ちにくくしたウォータープルーフタイプの日焼け止めを選ぶ人も多いですね。ただ、ウォータープルーフでも汗や皮脂に混じると溶け落ちてしまったり、逆に水に溶けにくくなっているため、皮膚表面に必要以上にとどまり、肌荒れなど皮膚のトラブルを引き起こしたりするリスクもあります。必ず洗い落とす。
吉木委員長は、屋内に戻った際や就寝前には必ず洗い落とすようにしたい。ただウォータープルーフタイプは皮膚を刺激するクレンジング剤を使う必要があり、通常の日焼け止め商品以上に注意が必要だと呼びかけています。その際に心がけたいのが保湿などのスキンケアだ。湿度が高くベタつくように感じる季節でも皮膚の表面は乾燥し、外部からの刺激に反応しやすくなっています。できれば日焼け止めを塗った部分には毎日の入浴後に保湿用のローションやクリームを塗ることは欠かさないようにします。このようなケアを怠り、肌を乾燥させた上に強い日焼けも加わることで皮膚炎などを起こして医療機関を受診するケースも少なくないとか。吉木委員長は、日焼け止めを塗らないといけないという義務感のような思い込みで日焼け止めでかぶれていても塗り続け、かえってシミを増やしている人も多いと警告しています。過度に神経質にならないで、かぶれたと思った場合はまずはスキンケアを最低限にして保湿を心がけるようにすること。数日間様子を見てどうしても改善せず、しみたりかゆみが出た場合は皮膚科を受診しましょう。その上で、最近では過度にシミを恐れる風潮が強く、日焼け止めを過信して肌荒れなどのトラブルを逆に招いているケースが多い。健康な肌を保つためにはまずは肌に負担となるような化粧品を避けることが一番大切と吉木委員長は話します。あなたも日焼け止めを過信せず、発疹やかぶれを起こした時はまず使用を控えてみましょう。